剣、すなわち神の言葉を取りなさいと公開だ。いいか、聖書は武器にもなるんだ。神の剣でさ、お前やってみろ。えっ、いや、これがおしい、短すぎるのか。おっ、これはいいよ。よっ、お前違うんだよ。なんだ、さらっきに飽きた小学生みたいな音やってんじゃねえ。いいか、聖句で戦うってことはよ、誘惑に負けないようにちゃんと聖句を覚えてサタンと戦うってことを言うんだ。アラノで誘惑されたイエスキリストのような。そういえばさっき奥様がおっしゃってた、人は勘だけで生き物ではないっていう聖句もイエス様がアラノで使われた聖句でやしたね。なんでお前よく知ってんじゃねえか。よし、そしたら最後にもう一つ聖句を教えてやろう。詩編119編105節、あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光ですってな。御言葉は光にもなるんだ。今朝牧師さんがおっしゃってたら、起きて光を放て。ちゃんと御言葉を光として使わないと。そのままやってみろ。え、これがスイッチもないし、真っ黒だし、なんか見えるのかな。え、いや、何か見えるかな。おっと、あ、帰って何も見えなくなってしまったでやんす。まだ何やってんだ。見えなくなってどうするんだよ。いいか、成功、御言葉を光にするってことはな、こんな暗いご時世でも御言葉を読んだら心の中が明るくなって自分の行くべき道も見えてくるってことは読んだ。あったか。え、いや、聖書は本当に人生のさまざまな局面で役に立つ優れもんなんでやすね。そうだな、しかしお前さんには聖書があっても聖書を人生に役立てるセンスってもんがまるでねえときたもんだ。ほとほと飽きるたい。あ、聖書を生かすセンスってやんすか。そうだ、でもな、ちゃんと聖霊様に聞けば聖句の生かし方がわかるんだ。安心しろ。え、あっしも聖霊様にお伺いを立てて聖句を人生に役立てていくでよす。